ちは。ライトちゃんは鳥取県を歌のダンスで応援している B11 です。よろしくお願いいたします。待ってました。さあ、魚介がたくさんね、なんてとても美味しいお品物が、ね、たくさんあると思うんですけど、今日は皆さんお足元の悪い中、中京祭りにお越しいただきありがとうございます。さあ、それではここから自己紹介を、ね、していきたいと思うんですけど、今見ての通りとても美味しいね、最高のステーキさんとか、さっき愛さん見つけたのがおむそば、そう、さっき言ってたね、さんとか、とても美味しい料理があると思うので、今日はみんなのね、秋の食の味覚、好きな食の味覚について、それをテーマにして自己紹介をしていきたいと思います。まず、リオン。はい、高校1年生16歳のリオナです。私は秋の味覚といえば栗が好きで、栗ご飯がすごく好きなんですけど、最近よく食べれるようになって、この季節でやっと来たなって感じがします。まさにですね、今ね、そう、まさにやっと1年ぶりに栗ご飯をこの間食べれましたので、いい感じ、秋満喫してます。はい、そんな感じで今日はちょっと天気が悪いんですけど、はい、そうね、もう皆さんに少しでも元気を届けれるように頑張りたいと思うので、はい、応援よろしくお願いします。はい、小学校5年生11歳のあゆみです。私が好きな秋の味覚は果物の柿です。とても大好きなので今度食べたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。イエーイ。ちょうどね、美味しいもんね、この時期ね。はい、小学校6年生12歳のあゆみです。私が好きな秋の味覚は秋じゃないかもしれませんが、最近よく食べる里芋が大好きです。皆さん今日もよろしくお願いします。イエーイ。あゆみちゃん、焼き芋か里芋どっちよって悩んでましたけどね。はい、高校3年生18歳の夜ならとことん情熱少女あゆなんです。私の好きな秋の味覚はですね、やっぱ芋とかも美味しいと思うんですけど、一番は母が作る大学芋が大好きです。今日も皆さんとね、楽しい時間を過ごせれたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、小学校5年生11歳のメリカです。私が好きな秋の味覚は魚が大好きなのでサンマが好きです。今日も頑張りますので応援よろしくお願いいたします。サンマ食べてね、どんどん頭ね、良くしていきましょう。ということで今日はこの5人のメンバーで頑張っていくので、皆さん最後まで応援よろしくお願いいたします。そんなみんなにね、好きな秋の味覚について話してもらったんですけど、どの食べ物にも、まあ、フルーツはちょっと違うかもしれないんですけど、どの食べ物にもやっぱお米がね、全部合うじゃないですか。栗ご飯とかも、お米とかめっちゃ美味しいじゃないですか。で、なんか鳥取県のお米といえば、なんだっけ、そう、きぬ娘がね、皆さん有名だと思うんですけど、そのきぬ娘って実は鳥取県産だけとかじゃなくて、実は島根とかいろんなところ各地方で作られとって、それでね、まあどこも美味しいと思うんですけど、特に鳥取のきぬ娘は特 A っていう、お米の5段階評価の一番上の特 A っていうのを受賞されてて、とっても美味しいんですけど、食べたことあるよって方、お願いします。ちょっと少なめですね。ぜひ多分今日も今日帰った後にね、ぜひぜひ食べてみてください。よろしくお願いします。本当に美味しいのでね、私もこの間食べさせてもらったんですけど、本当に美味しかったし、あと絹むすびちゃんっていうキャラクターもいるんですよね。そうそうそう、で各地方ごとに違って、鳥取県の絹むすびちゃんはあのおにぎりっていうかね、そんな感じだったり、島根県、お隣島根県の絹むすびのキャラクターも女の子だったりして、私が一番鳥取県の好きなんですけど、本当に可愛いキャラクターなので、皆さんこちらも満足してみてください。よろしくお願いします。ひなみの誕生日です。そんな鳥取県の味覚がたくさん詰まった曲です。実は鳥取県って多分皆さんが知らないね、トモサヘンとかもたくさん次の曲に含まれていると思うので、歌詞にもよく注目して聴いてみてください。それでは聴いてください。笑顔あふれる食の都鳥取。シャキシャキおいしい桜今日は
この王様焼けば美味しいのに
ました。とても短い間だったんですけど、最後に歌う曲は私たちもとても大大大好きな曲を持ってきました。皆さんと一緒に手拍子でもね、応援してくださったらすごく嬉しいです。それでは最後の曲聴いてください。奇跡のミラクルエンジェル。
ありがとうございました。この後受付の方のテントに物販を行うので、はい、ぜひ写真を撮るだけでもお話をするだけでも来てくださったらとても嬉しいです、はい、以上鳥取の歌とダンスで応援している TT レベルでした。ありがとうございました。バイバイ。